スノーマン・メグロレン26が24日都内で行われた東京ドラマアウォード2023受賞式に登壇した。フジテレビ系サイレントで助演団優勝を獲得。中途出張者を演じ桜草くんって役をメグロレンが演じていて気持ちが重なる部分がすごくあったと語った。同ドラマで主演女優賞に輝いた川口春奈28 は目黒についてすごくパワフルで受け取るものがすごく大きかったと称賛した同話ウォードは日本ドラマの海外発信を目的に創設され今年で16回目となる